特イ9最終回三つ屋、向井浩二のパソコンにスノーマンメンバー登場。阿部ちゃん発見、目黒くんもいたとファン反応。モデルプレス2023-05-31木野原義彦が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ特装9シーズン6毎週水曜夜9時からの最終回が31日に放送され。 スノーマンの向井康二演じる分析官三谷翔平のパソコンに映った内容が話題となっている。井ノ原義彦主演特捜級シーズン6本作は浅尾直樹、井ノ原ら個性派刑事たちの活躍を描く人気ミステリー。今シーズンでは事件の他に特捜班メンバーそれぞれが抱える事情が色濃く映し出され、 彼らのプライベートが捜査に複雑に影響を及ぼしていく姿が描かれた。三谷、屋、向井浩二のパソコンにスノーマンメンバー登場。最終回には、翌週6月7日にスタートする刑事7人の主人公、新千術捜査班刑事天授優、東山則之が登場し、三谷屋に調査を依頼。天授が部屋から出るとき、直樹と高尾ゆま、深川舞、 とすれ違っていた。